こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品好評会。本日の出品者は太郎さん。作品はこちらです。発泡スチロールでできた円柱。お好みの辛さは9辛でいってみたいと思います。どうぞ。では早速太郎さんを紹介していきたいと思います。こんにちは。私は都内で航空宇宙工学を専攻している大学院生、24歳です。はじめはストレス発散で絵を描くようになりましたが、いつからか本気で絵に取り組んでみたいなと思うようになり、ついには大学院を休学するまでに至りました。それが去年の夏のことです。今現在は海外の美大に行くことを目標にしていて、まずは語学を学ぶべく出国を待っています。コロナのせいで4月出国が延期しており、まだ日本にいます。今まで2年ほど前から好き勝手絵を描いて楽しんでいました。どんな画家も基礎ができている、例えばデッサンがものすごくうまいということを知ってはいたものの、自分にはそんな基礎なんて関係ない、好きに描くと無駄に尖っていました。しかしやはり頭の片隅ではデッサンは必要なんだろうなという思いはありました。それでも描くと自分の力量がはっきりと出る、下手という事実が明るみに出るのが怖くてずっと避けてきました。ついに本気で取り組もうと決意した次第であります。1年後の目標、ドイツの美大に入学。誰にも文句を言われない環境を手に入れ、のびのび絵を描いて生きていたい。解決したいお悩み。僕は完成した作品を冷静に見れないと言いますか、いいね、最高と常に考えてしまう節があります。デッサンに限らず、他人に見せたり、比較したり、意見をもらうのももちろん大切だと思いますが、自分一人で冷静に見れる方法を知りたいです。お好みの辛さ9辛。ご意見。この自画自賛人間の心を立ち直れる程度にへし折っていただけると嬉しいです。また美大に行きたいと書いていますが、そのためにスクールに通ったりということは全くなく、デッサンも始めてまだ1週間程度なので、美大受験生になろうとしているという身分で応募させていただきます。ということで、一応このウニアトリエの100作品好評会、受験生不可というふうに何度も告知しているんですけれども、まあ、受験生未満ということで応募してきたということですね。まあ、よしとしましょう。さて、今回のこの作品なんですが、制作時間は2時間20分くらい。途中テレビを見たり YouTube を見たりお菓子を食べたりしたので連続2時間ではありません。F6 サイズの丸マンオリーブブック、オリーブ色のやつですね、スケッチブックを使っていると。インターネットにてデッサン初心者で検索したところ、立方体、円柱、球体をやると良いといった情報をゲットしたので、東急ハンズで発泡スチロールのそれらを購入してきました。立方体、球体は割と納得のいくもの。僕は自分に結構甘いので、他の人が見たらダメだとは思いますが。円柱は何度描いても形がよくわからずで、とりあえず何度も描いてみている現状です。ということはこれ何枚目かもしれないですね。最初の1枚じゃないかもしれない。発泡スチロールの円柱に見えますか？発泡スチロールって言われればそうだし、積み木と言われても見えなくもないし、こういう形の石にも見えなくもないと、見れば見るほど、これは何なんだとパニックになりかけました。様々なデッサン動画やネット情報を見てみると、鉛筆を B 系やら H 系使い分けることで質感を出していくとありました。今回 2B の鉛筆のみで取り組んでみたのですが、意図的というよりも使い分けがまだよくわからないため、それが原因で質感が出ていないのでしょうか、それとも全然別の原因なのでしょうか。僕の考えすぎで、いや案外発泡スチロールっぽいよとかだったらそれはそれで嬉しいのですが、ということで長いこの文章をですね、しっかりと書いて送っていただいたんですが、私の方から2つほど太郎さんに質問をして答えていただきました。これもついでに読みますね。いくつか質問させてください。ドイツの美大はどこをご希望ですかという質問、1つ目。2つ目は、留学費用はご自身でバイトとかされてご用意されたのですかという2つの質問をしたんですけれども、返答いただいています。 UDK ベルリン芸術大を1つの目標にしています。
こんな選び方は良くないかもしれないですが、ベルリンがドイツ国内ではかなり生活費がリーズナブル、暮らしやすいという点が大きな決め手です。実は電車でドイツ語の単語帳を読んでいたら、偶然ドイツ人の方がそれを見て話しかけてくれて、そこでおすすめの場所はどこですかと聞いたところ、後から地域別細かい生活費、光熱費リストを作ってくれたんです。すごい親切な方がいるもんですね。そこでベルリンが一番いいよと教えてくれました。それ以来ベルリンいいな、ベルリン美大だ、運命だと。ただドイツは大学名ではなく、どの教授の下で学びたいかがとても重要らしく、試験前に必ず教授を訪ねて、そこで作品を見せて意見をもらったり、なんなら合格が決まることもあるそうです。他の教授にも紹介しておくから名前書いて帰ってね、みたいに言われたらほぼ合格とか。あとはファインアート系希望でも、君はデザイン系の方がいいんじゃない、〇〇先生に話しつけとくからそこ行ってみて、みたいなアドバイスをもらうこともあるそうです。なので今は UDK ベルリン芸術大をひとまず目指していますが、ドイツに到着後いろんな教授のもとに突撃しまくる可能性は大です、ということでした。もう一点の質問、留学費用は自分で用意したんですかっていうお答えです。ひたすらバイトをして用意しました。ひとまず美大に入学するまでに必要になりそうな金額まで、それでも普通の留学ではお金がかかってしまうので、まずはオペアという住宅住み込み型の仕事、家事やらベビーシッターをする代わりに食費、家賃、光熱費、語学学校の費用なども家の人が出してくれるホームステイの仕事版みたいなをしながらドイツで過ごす予定です。美大に入学後の資金は明らかに足りない状況です。今は夏までに美大に入学してやるという気持ちだけです。入ってからのことはそこでどうにかするという気持ちです。初めは留学もお金がかかりすぎる、無理だよなぁと思っていましたが、今回の留学計画を機に案外探せば何かしらできることはあると身をもって実感しましたので、今後の留学費用もどうにかします。余談にも程がありますが、留学費用のために投資で稼ごうと投資関係の本を読みまくるという瞑想期が2週間くらいあったんですが、お金のことしか考えられなくなってドイツも絵も離れていきそうになったのでやめました。誠実に自分の気持ちに流されて生きていこうと思います、ということで、きっちりとお答えいただきました。さて、そんなわけでですね、これからこの太郎さんの作品公表していこうと思うんですけれども、実は私の受験時代、浪人時代の友人に計らずもドイツの美大に留学した友人がいまして、原田さんと言うんですけれども、今回はその原田さんをちょっとゲストにお招きして何かアドバイスいただけないかなと思っています。それでは私の受験生時代からの友人であります原田正智さんの紹介を先にさらっとしておきたいと思います。1968年奈良県に生まれる。奈良、県立奈良高校を卒業後、絵画の勉強のためドイツ（デュッセルドルフ）に渡る。1999年デュッセルドルフ芸術アカデミー絵画科卒業。1998年マイスターの称号習得及び99年ディプロムを習得以後、現地にて個展、グループ展、公募展を通じ油彩画作品を精力的に発表。1999年ライフアイゼンフォルクスバンケン主催芸術賞受賞、ドイツフランスの現代作家10名に選ばれる。2010年ベルグカーメン一律美術館にて個展、外務省ドイツ大使館情報サイトヤングジャーマニーにて特集ドイツで日本人として画家としてが掲載される。2014年日本帰国、拠点を奈良に定め作家活動を展開する。簡単なプロフィールを紹介させていただきました。で、この、外務省ドイツ大使館の情報サイトヤングジャーマニーという、のに掲載された文章がなかなかいいので、ちょっとね私読みたいなと思います。日本にて
1968年9月奈良市で生まれる。小中高生時代は学校で勉強の傍らバンドや音楽に熱中していた。本格的に美術を勉強しだしたのは高校2年くらいで、高校卒業後は上京し、美大のための石膏デッサンや絵を描く基礎を20代初めまで続けた。日夜木炭や絵の具にまみれて描きまくっていたのを覚えている。初めてのヨーロッパ、ドイツ。父の一時的な単身赴任でデュッセルドルフに滞在する機会があり、国内外の美術館、芸術大学を見て回った。やはり美術に対しての環境が当時の日本とは比べ物にならないくらい恵まれていることを感じ、ドイツにそのまま滞在することを決意。語学の勉強から始めた。当時は東と西の壁がなくなって間もない頃で、これからのドイツの発展や在り方に期待と不安が国全体に満ちていたのを覚えている。美術館や各地の芸術大学においても日本とはまるで違う形態にただ驚くばかりだった。学生たちの作品は技量ともレベルが高く感じた。23歳の頃、今まで描いた作品の写真ファイルや作品を持って当時世界的に有名になりつつあったゲルハルト・リヒターに会いに行き、ドイツの作家たちのスケールの大きさを実感した。デュッセルドルフ芸術アカデミーでは、日本にいた頃は知らなかったが、大きな空間と自由な雰囲気に入学を決意した。入学試験に際しても、日本の美大や芸大と違って、一定のテーマや時間を与えられるのではなくて、各々が準備したデッサンやアイディアを提出し、審査が行われる。おそらく完成度よりも、より可能性を秘めた才能を重視するのであろう。当時でも50人程度の学籍に1000人以上の受験生が応募していた。デュッセルドルフ芸術アカデミーにて語学を勉強し、アカデミーに入学し、1年間の基礎課程を修了後、1999年まで絵画家のヤン・ディベッツのクラスに在籍した。ドイツへ来た当初は欧米の目新しいアートシーンに魅了され、より自由な表現を模索していたが、絵画からは離れることができなかった。日本に比べベゼメスター期間は限られていても、教授が熱心なこともあり、2週間に1度くらいのペースで開かれる授業カッココロキウムでは、各クラスの制作場を皆で見て回り、教授の意見や指導を受けた。他のインスタレーションのクラスに比べ、ディスカッションの機会はやや少なかったように思う。指定制度がまだ強く感じられ、意見の違いや教授の判断次第では席を失うケースも稀にあったようだ。日本人として根底にあるものを大切にという教授の指導から、それまで風景を描くことはあまりなかったが、日本をはじめ自然の風景を描き出した。それにつられて、オランダやヨーロッパ各地の素晴らしい絵画に目を向けることになり、以前とはまた違った視点で過去からの作品を見て勉強することになった。教授から自国の風景画家のフランツ・ボルトやヤコブ・ファン・ルイ・ツダールを紹介され感銘を受けた。現代色が強かった当時のアカデミーではあまり取り組まれていなかった風景画に本腰を入れ取り組んでいるにつれ、日本にも北斎や広重をはじめ、雪舟、伊藤若冲などヨーロッパの巨匠たちにも決して引けを取らない素晴らしい画家が存在していたことを改めて意識した。その中で自分は今何が表現できるのかを考え、20、21世紀に生きる自分の視点でこの作家たちに負けない何かを作りたいと思うようになった。手探りで描いた吉野（奈良県）の風景を発表したとき、大学から賞をもらい、奨学金でニューヨークやボストンに研修旅行をする機会を与えられ、浮世絵やピカソのコレクション、現代アートも含め世界の美術作品に触れた。そして大学卒業と同時に全国規模の公募展で受賞し、改めて自分の選んだ表現に自信を持つことができた。大学では自分から何かを求めていかないと何も始まらないということを学び、
国内外の作品を見ると同時に一日中制作に没頭することができた。現代美術とは最先端の表現と捉えていたが、ドイツのアカデミーでたとえ過去の遺産であっても常に新しいという大切なことを再認識できた。毎年開かれる学生たちの作品展示はまだ発展の余地のある作品が楽しめたり、ドイツに来た頃と比べて年々変化しているという印象を受ける。作家として卒業後も根底にある制作の姿勢を変えず、湧き起こる興味や関心の対象の変化に従って今まで書き続けている。そして社会や商業的なモチベーションも踏まえ自分の活動を展開している。常に自分と対話し、他者を排除せず一歩ずつと心がけている。作品を発表するにあたっては、画廊、公の機関、美術館、公募展などが主な場になってくるが、日本でいう貸し画廊という形態はドイツでは少なく、ある意味で誰かの支援や企画をもとに作品を発表する機会が得られる。自分の作品を発表するに際して一定の期間、場所を借りて発表することは悪いことだとは思わないが、ドイツではそういったケースは成り立ちづらいのかもしれない。若い作家の作品を盛んに取り上げ、鑑賞し、気に入れば購入するというドイツ及びヨーロッパ人の美術や音楽への関心の高さと、自らの目、考えを持った姿勢、態度には未だもって感銘を受ける。全体を見ても、いろいろな段階や分野の作家に発表する機会を設け、時に援助するバックグラウンドにもつながっている気がする。もちろん、今は日本でも美術に対する意識も以前より高まり、より身近にアートを捉えるようになりつつあると思うが、物質や結果を重んじる傾向がよりシビアなのはまだ確かなことで、文化や精神という面を優先することは難しいという現実がある。何年も、10年、15年という期間、辛抱し成長を持ち続け、作家も周囲も焦らずにじっくりと育てていくことが大切なのだ。今、そしてこれから。以前は何事も少しでも高いものを求めていたが、大学卒業後10年以上経った今、これからの人、未熟なものや才能、十分でない環境であっても、いかにより良い方向に導いていけるかを考える必要を感じている。美術の世界をはじめ、社会全体の構造を見失わず、良い一歩を共に歩んでいければと思っている。健全な精神を宿す人間を育むことも、より良い文化、社会を促す意味で重要である。美術、芸術は、人や社会にとってどのような意味を持つのか、現代社会でどういう方向に示唆していけばいいか考慮しながら、今後も制作発表を続けていきたいと思う。ヤングジャーマニーに掲載されたインタビュー記事になります。そして、原田氏は結構文章を書くのが好きみたいで、いや、なかなかいい文章だなと感銘を受けたので、これもちょっと長くなっちゃいましたけれども紹介したいと思います。文章を書くということは、絵を描くといったこととはまた違って重要なことである。普段頭の中でモヤモヤしている要素や思いついたアイデアなどをより具体的に定着させると同時に、改めて自己に向かわせられるような作業とも言える。展覧会を行うとき、限られたスペースと時間の中で作品のみを通じ、第三者に全メッセージを伝えることができるならば、それは一つの理想なのかもしれないが、並行して文章や解説などを添えることにより、より一層制作についての態度、考え方、お互いの理解を深めることができる。より現代美術においては、解説や評論が不可欠になる。文章という形に置き換えることによって、また、自分自身の今の姿を垣間見ることにもなり、面白くもあり、かつ緊張感すら覚えることがある。20代前半にドイツに渡り、14年を経た現在、10代では思ってもいなかったヨーロッパ定住も現実になってしまえば、
10年という時間の瞬く間の速さを感じる。ヨーロッパの文化、教育のあり方、社会の構造を自らの目で見、素直な感想や意見が何かの参考やきっかけになれば幸いである。なぜ絵を描くのか、またはなぜ絵を始めたかという質問を過去幾度となく受けたことがある。大学入試の際に教授側からこういった根本的な質問を投げかけられることもあろうが、大学に入学し卒業、プロとして仕事をこなしていくに従って作画することが前提条件のようになってくるので、このような質問は少なくなってくる。学生時代、おそらく全ての学生たちが将来への希望と不安を抱いているであろう中、なぜという問いかけはむしろ自分に課せられた質問なのかもしれない。若い葛藤の日々は振り返ってみると懐かしく思えることもある。なぜ始めたかという問いかけに対しては、他の多くの同業者がそうであろう、子供の頃から絵を描く、見ることに興味を持ち、何かの機会があれば絵を描いていた。しかし子供の頃いかに興味があり作品作りなどに関わっていたとしても、将来作家になることとはまた別問題で、また子供の頃描かれた作品を見てその子供の将来を確定することは至難の業とも言える。世界的な作家たち、例えばジャコメッティやワイエス、デュシャンなど、両親、兄弟とも優れた芸術家であるケースも見れば、先天的な要素も大事なことなのかもしれない。私個人の考えでは、むしろ環境的な要素が将来を大きく左右すると思うが、根源的な才能という要素は、やはり先天的なもので、美術や音楽の分野ではより顕著に現れてくる。英才教育について考えてみた場合、日本、ヨーロッパ問わず英才教育の重要さは様々な方面から語られている。もちろんスポーツの分野であってもしかりであろうが、残念ながら親の多大な期待を受けても将来大きく花開く割合は、むしろ英才教育を受けていない中のパーセンテージとあまり変わらないと思っている。人生経験や後天的な要素が次に問題になってくるのであろうが、たとえドラマチックな人生を歩んだにしても素晴らしいものを表現できることとはまた別問題である。さて、今現在活躍している美術家や作家の中で10代以前にその分野に精通していた人材はどの程度いるのであろうか。絶対音感や超音、微妙な音の差異を聞き分けられる教育を受けた音楽家に比べ、美術家に要求される要素は極めて抽象的である。指揮官やスタイル、表現に必要な要素はむしろ教育すること自体が困難であり、ドイツにて過去行われた実験的教育システムも今や皆無に等しいと思っている。反面、デッサンやより技術的な要素は比較的教育の手段が成立しやすい。幼少の頃からスパルタ教育するほどのことではないと思うのだが、過去ヨーロッパにおいては画家という職業自体がより職人に近く、いわゆる画工師ということなのであろうが、より正確に絵の具を調合し、指示体に肖像画を再現し、また宗教的なシーンをよりリアルに、またダイナミックに描く技術や、風景の温度、湿度やオランダの密な空気までも再現する技術を身につけるには、やはり幼少からの修行や長年をかけた熟練した技術も重要になろうことを思えば、よりスタートは早いに越したことはない。明らかに写真が生まれてから絵画の持つ重要な再現という要素は大きく揺れ動いた。結局買い手が少なければそれに携わる職人たちも少なくなるわけで、今現在ヨーロッパではより限られた場所でのみこういった伝統的な教育が行われている。世界大戦によって多くのものが破壊されたドイツにおいては、
むしろより新しいものに対する興味が高く、20校近いドイツの芸大でもより新しいものに対する教育が行われている。日本においては子どもたちに対する美術教室もふんだんにあり、美術系の大学へ進学するにあたっての教育施設、いわゆる予備校もある。また両親のいずれかが多少美術に関わる人材であるならば、幼少より美術教育に関われる機会のあるケースも多い。将来大作家になるのは並大抵のことではなくても、ほんの少しでも手先に身についた技術や経験はその人の生涯においてより多くのものをもたらすことにもなり、かけがえのない財産ともなろう。さて、自分自身美術の道に進むことを決意したのはやはり大学受験を前にしてのことであったが、これは多くの日本人同業者同様である。プロとして10年も経ってしまえば、どのような経歴をたどってきたかはあまり話にも出なくなってくるが、人生の中で大きな決断の時期はやはりあるようで、ある一定の期間を逃してしまうとなかなか取り返せない状態もある。日本の大学の受験制度とドイツの芸大の受験制度は明らかにシステムが違うが、兵役を終えた20代前半の若者が1、2年を費やし受験準備を行う。またそれにあたっていわゆる予備校のようなシステムはあまりなく、それ自体も成り立たないようである。具体的に言えば、各自用意したデッサンやスケッチなど20数枚を揃えたポートフォリオを用意するのであるが、あらかじめ各自教授を訪ね、作品を通じてコンタクトを作り、試験に挑む制度はいわば日本の受験において数日の作品作りとは質を異にしている。さて、日本の美大受験システムの中で培われる要素はまた一種独特で、おそらく大学進学と同時にそれを放棄する者も出てくるであろうが、若い日は欧米の最先端のアートシーンに心揺り動かされるのは当然のことであり、また若さの特権とも言える。また一度放棄した技術であっても数年後再現することに難を示さないことも多く、やはり早い時期に覚え込んだ内容は将来的にも決して無駄になることはないと思っている。ここドイツにはそれに相当する教育制度は今やないに等しいことは先に述べたが、50倍近い倍率を突破して合格してきた学生たちはこの時点では初心者に近い。ではその大きな選択を任されている試験官たちは何を見るのであろうか。試験官はもちろん選ばれた教授たちなのであるが、デュッセルドルフアカデミー学長のマーカス・リュペルツ教授は彼が才能を認めたものを引き上げることを雑誌のインタビューで述べている。また自分のもとに何かのモチベーションを求めに来る学生に対しては早いうちに別の安全な進路を選ぶことを要求するとも述べている。一般教科やセンター試験と違って美術の審査になる要素は幾分抽象的なものであろう。まして同じテーマやモチーフ描写が要求されるわけではないし、オリジナリティということで言えばその範囲は膨大なものになる。決定になるのは何かを乱せるか否かにかかっている。その何かとは個人の持っている可能性、表現の核、原石のようなものをそこに乱せるかということではないかと思っている。年に約50名近く難関を突破し合格した生徒たちは1年間基礎課程のようなクラスにまとめて入り、どんなジャンルの卵たちも皆一緒に制作する時間が設けられている。ある意味でこの1年間はより自分の興味のある方向や各自のやりたい内容を煮詰める時間とも言えるが、厳しく言えば入学試験結果が正当なものであったかということを審査員の前で試される期間とも言える。1年を経て進級試験を終えると各自様々な教授のクラスに入ることになる。また大事なことは、入学してくる若い学生たちはその時点では全くの初心者であっても 2,3 年後には
まるで見違えるように本格的になっていくことである。その中からも途中で学業を中断する者もいれば卒業まで到達しない者も多く、いかに審査員の目が確かであってもやはり生徒たちの将来を見抜くことは難しいようである。年間40名近い学生が大学を卒業しても将来長く作品を発表し続ける人材はまた限られていて、わずか 5% の学生たちがプロとして通用することは幾度に語られている。では残りの 95% の人材はというと、もちろん全く断念する者もいるであろうが、それぞれまた違った収入源を持ちつつ生涯を通じてアートと関わることになる。またそういった反プロ的人材をサポートするバックグラウンドがむしろヨーロッパにはある気がしている。具体的に言えば国民の文化美術に対する認識もあるのであろうが、たとえ成功を見ぬ作家たちも細く長く美術に関わり、また発表する機会も本人の意欲次第で与えられているようである。音楽美術問わず国の文化を保ちまた支えているのはこの膨大な数の人材とアマチュアたちではないだろうか。ほんのわずかな 0.1 から 2% のスーパースターもこのピラミッドの頂点にいるのであって、それらを生み出しまた支えている見えない土壌のありさまを認めざるを得ない。厳しい観点で見れば大半の作家たちが土壌になるのであり、成功を見ない作家の人生は決して楽なものではなく、それだけに美術の道に進もうとする若者を見極める審査も大事かつ大変な作業になってくる。年間ドイツ全体で1ダース近くある美術大学に何千という受験生が訪れる。その中でも以後何年も学生を育てていく環境を用意できるのはやはり数限られている。なぜ絵を描くかという問いはおそらく一生続くであろう作業についての理由を問われているのであり、また一生かかって回答することができると思っている。誰でもそこに惹かれる何かを見出しその世界に入る。どれだけ好きかということにもなってくるが、ある見えない何かを求めて長い長いレールのスタートに立つ。果ては報われることのない努力の積み重ねが始まる。好きであるか否かはこれから始まる長い長い試練と時に苦行とも言える作業について自分がどれだけ愛せるかということである。楽しいという観点は成立しない。自分の言葉に置き換えれば面白いのだ。作り出すことによって言葉では言い尽くせない何かが満たされるとも言える。原風景という言葉を使えば自分が幼少の頃書き忘れてしまっていたスケッチブックを見つけ愕然とする。今と同じものを書いているのだ。根底に流れている記憶や体験は長い年月を経て蘇る。多くの同輩たちも懸命に作品に取り組み、晩年に近づくにつれそれぞれ各自の原風景に近づくのではないだろうか。育ってきた環境や後天的な要素はやはり重要なことである。以上、原田雅智さんの文章でした。この後の動画でお話を聞きたいなと思います。いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのような動画を毎日じゃなくなったんですけれども配信しております。この動画が良かったという方はいいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。この100作品高評価なんですが、あと10作品ほど追加募集をしたいと思っています。というかまあ今募集中なんですけれども、よろしかったら下の概要欄に応募の要項を書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。